こんにちは、バレエダンサーの上野瑞佳です。今日は私の1日の食生活についてご紹介します。朝起きてからのルーティーンは、まず朝起きて、いつもカルシウムとコンドロイチンの錠剤を飲みます。骨とか軟骨とかのためにちょっと膝だったり外反母趾だったり痛い時があるので、それのこう栄養補給のために、その錠剤をまずお水で飲みます。そしてそれから、コーヒーを入れます。コーヒーはエスプレッソがお気に入りで、もういろんな種類をストックしていて、気分で決めますが、必ず入れるのが牛乳。カフェラテが作れるフォームミルクが一緒に作れるマシンなので、毎朝牛乳がたっぷり入れたカフェオレを飲みます。普段、仕事があるときはあまり朝食べると重くなってしまうので、朝はコーヒーのお茶受け的なチョコレートだったり、クッキーですとかそういったものなんですけど、お休みの日は気分によってトーストを食べたり、フルーツ食べたり、オムレツとか、基本食べること大好きなんで、お休みは朝は食べてちょっとエネルギーつけてみたいな感じです。朝ごはん食べたら私はいつも、ジムに行きます。ジムで、大してその有酸素運動とかをしてしまうとくたびれちゃうので、ちょっとこう、バランスボールで自分の体幹を養ったりですとか、腹筋、私腹筋が弱いので腹筋をやったり、あとは腕がたるみやすいので腕のダンベルだったりとか、そういったこうあまり前半しないようなちょっとしたトレーニングみたいなものをして、体を少し慣らして、でその後バレエ団に向かうんですけれども、だいたい車で30分ぐらいかけて行って、そして11時40分からクラスレッスンという、ウォーミングアップですね、それがあって、終わったら、ランチといった感じです。ランチが実はその結局その後リハーサルといって、その作品の稽古があるので、そんなにこうがっつりは食べれないことが多いんですが、時間もないこともあるで、時間がない時すぐリハーサルだったりするときは、チョコレートとかマドレーヌとかフィナンシェみたいな気がしても大好きですし、あとはやっぱり体重気をつけるので、甘いものは好きだけど、砂糖は取りすぎたくない、だからゼロシュガーのチョコレート、ゼロシュガーのクリームの入ったケーキとか、そういうのでちょっとこう元気になって、こう肩のさえさせて、基本毎日お野菜中心のお弁当を持っていくんですけれども、作ってもらったり自分で作ったりするんですけれども、そういった中に入ってる揚げない唐揚げとか、卵焼き、だし巻き卵的なものだったり、はんぺんが大好きで、そういったものをちょっとだけつまむとか、お弁当も持っていくんですけど、細切りに食べるんですね。リハーサル終わった後だったり、合間だったり、残り食べたりとか、そんな感じです。いろんなのいただいて、どんなのいただいても嬉しいんですけれども、一回ニューヨークパーフェクトチーズというちっちゃな焼き菓子の中にチーズのチョコレートとクリームが入っているんです。それをいただいた時に、まず美味しくて大感動したんですけど、あれって並んで買わないと買えないものなんですよね。私のために並んで美味しいものを買ってあげようと思ったけど、その気持ちがすごい嬉しくて、一度たい焼きをいただいたこともあって、それもちょっとお店がわからないんですけど、行列して30分かけて並んで買いましたって言って、もう包みがめちゃくちゃなんですけど、でもそういうのが本当に嬉しいので、もう力が出てます。マイボトルは毎日持っていくんですけれども、温度が保たれる水筒にカフェラテを入れていきます。もうカフェラテは欠かせない私の飲み物です。ディナーはそんなに重くは食べないんですけれども、
あの野菜とかお豆腐中心のお食事が多くて、まあ、私は、まあ、野菜でしたら温野菜とかが好きで、まあ、ほうれん草大好きなので、ほうれん草をいろんな食べ方で食べたりとか、あとはお豆腐ですね。お豆腐もしゃぶしゃぶのザクロってお店があるんですけれども、ザクロが出しているごまだれがすっごく美味しくって、それとお豆腐とかお野菜がすっごく合うので、もうお弁当にも入れたりとかよく使ってます。自炊はしないんです。いつも作ってもらっちゃうので、まあお弁当とか自分でお野菜のお弁当とかをこうあるものをまとめて詰め込んで持っていくとか、そんなのが多いので、たまに自分のためにもやしを茹でて、もやしをパスタソースであえて食べる、そういったこうダイエット食、糖質ゼロ麺パスタ風とか、そういうのを自分で作ったり、あとはそうですね、中華でもうセットになってて簡単に具材だけ入れるとできるみたいな、そういうのとかを作ったりするんですが、基本は大体せずに作ってもらうか外食かっていう感じで、強いて言えば実は洗い物が大好きで、美味しいご飯を食べた後にその余韻に浸りながら食器を洗うのが好きなんです。だからそこはちょっと率先してやるようにもしてます。一番最近で印象に残っているのが、ピアジェさんに招いていただいたクリスマスパーティーで訪れた、マンダリオリエンタルのシグネチャーというレストランなんですけれども、今この中でやっていないんですが、ピアジェさんのために特別にその日だけオープンされたんです。で、私がその、レストランで常に感動するなって思う時っていうのが、そのシェフの方、作り手さんのその料理の世界に対する情熱だったりとか、こうお客さんに対する思いだったりとか、そういったものがこう食べた瞬間に感じられる、そういった時にああこのレストラン好きだなとか感動を覚えるんですね。そういった意味で先日のシグネチャーはそのシェフの特別な思いだったりとか、そういったものがすごく感じられて感動しています。あとは三田にあるコートドールというフレンチ料理のお店なんですけれども、最初さんというもう本当に日本のフランス料理のパイオニア的な存在の方で、もう長年のそのキャリアですとか、まあ、いい意味での年輪だったりとか思いだったりとか、そういうものがもう一口食べた瞬間に伝わってくる、もう迫力すらあるんですよね。でもそのために感動するんですね。食べ物だけじゃない、そういったこう人との触れ合いだったり、そういったところが、バレエの舞台においてもその通じる部分があって、その一流のパフォーマーっていうのは必ずお客さんとのこうつながりっていうものをとても大切にして、それによっていいこう感動を生んでくれる、そういった意味でレストランの世界っていうのもすごく共通するなっていつも感じるんです。お肉ですね。お肉が大好きなので、お肉をお腹いっぱい食べるのがすごく幸せ。私は実は炭水化物甘いもの大好きなので、そういったものを手当たり次第買ったり、家にあるものとかをパクパク食べちゃう癖があって、今日は食べるって決めたら食べちゃうんですけれども、その時はあ美味しい美味しいと思って、あこういうの食べたかったんだよねみたいな感じで満たされるんですけど、その後すごい重くなってこう後悔するっていうパターンですね。チーズケーキ好きなんですけど、トップスのチーズケーキ好きです。バレダンサーなので体のケアという意味でストレッチだったりとか、ちょっとトレーニング、私が信頼しているトレーナーの方が教えてくれる、体操じゃないですけど、こうトレーニング的なものがありまして、それをやると腰痛がすごく楽になるので、最近はそれをこう寝る前、負荷レスの前とかに必ずやるようにしています。私ゼロカロリーカルピスが実は大好きで、あれいつ飲んでも太らないし、カルピスの味が大好きなので、
冷たいものを飲む時もあるし、まあ、今みたいな寒い季節には温めてホットカルピスで飲んだりとかします。お肉です。もうとびっきり美味しいやつをお腹いっぱい食べて、あとはホイップクリームかな。ホイップクリーム大好きなんで。現在発売中のこの写真集ジュエルズというものがありまして、この表紙ちょっと私なんですけれども、私も出演させていただいてまして、4人の、素敵なバレリーナたちの共演みたいな感じで4人のバレエダンサーが一緒に出ています。こういった感じの、結構いろんな衣装を着たり、いろんなシチュエーションで踊ったり、私は瀕死の白鳥の踊りを踊りながら、撮影していただいたりしました。興味のある方ぜひぜひお手に取っていただきたいと思います。全国のチャコット、それから、ネットで買うことができるので、ジュエルズと検索していただくと見つかると思います。よろしくお願いします。